最新大型戦艦の建造計画も進んでおると聞きます。図体が大きいだけの戦艦などこれからの戦には必要ない。実は私も心臓艦の案を一つ持参しております。曲線がなんとも美しい。藤岡案の建造費は9300万。彼らの戦艦は戦争への一本道だ。断ち切らねばならない。おそらくこれ虚偽の数字を出しているんではないかと。随分計算が早いな。僕は2月まで帝大の数学科にいたんです。昨日話したように君には全力で見積もりの再計算をしてもらった。ただ念のためにその書いてあるには計算のために必要と思われる資料は絶対に渡さない。何としてでも奴らの作った見積もり書の数字がデタラメであることを証明したいのか。まさか国家の危機だというのに。一方鍵もなく様、これは正義をはみじる計略、明らかなる背徳行為です。数学には世界を変える力がある。